ビュッケブルクは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州、シャウムブルク軍に属す市である。1918年までシャウムブルクリッペ公国の宮廷が置かれ、1946年までは、バイマル共和聖下のシャウムブルクリッペ州の首都であった。この町は、ハノーファーの西約50キロメートルの緩やかな、ハルル丘陵に面しており、西は、 ノルトラインベストファーレン州と境を接している。また、ニーダーザク選州の州憲法裁判所の所在地である。ビュッケブルクは、ベーザー山地地方のすぐ、北、北ドイツ低地辺縁部に位置する。市内の最低地点は、カンマーシクの海抜45メートルの地点。最高地点は、ハルル丘陵のイーダ島が立つ場所で、海抜211メートルである。 本市は13の町からなる。アーフム、ベーレンブッシュ、ベルクドルフ、カンマー、エーフェゼン、ミュージンゲン、ノルトホルツ、ペッツェン、レッケ、ルスベント、シャイエ、バルバーである。この市はかつて独立した収録であったイエーテンブルクとコルンマッシュとが合併して成立した。クナーテンゼンは1939年に編入された。市の東側は以下の市町村と境を接する。 いずれもシャウムブルク軍に属す、ザムトゲマインでニーデルン・ベーレン、ザムトゲマインでニーインシュテット、オーベルン・キルヒエンシ、ザムトゲマインでアイルゼン。他の三方は、ノルトライン・ベスト・ファーレン州に接している。南はボルタ・ベスト・ファーリカ市、西は、ミンデン、北はペーター・スハーゲンである。最初の入植後は、紀元前4000年頃にまで遡る。郷土博物館には、 石臼に用いる休憩の回転石やビュッケブルク、市内で発掘された新石器時代の石符が数多く展示されている。当時の人々は気のまばらな森に住み穏やかな気候の下で家庭菜園というよりはむしろ農業と呼ぶに値する規模で工作を行い土地が痩せると移り住む生活をしていた。紀元前2000年頃の青銅器時代の初めには 気候は乾燥し、ビュッケブルクの地域の人々は、森の中の牧草地で暮らした。紀元前800年頃の鉄器時代の初め、気候は著しく湿潤になった。これに伴い森は濃くなり、あるいは湿地状になった。青銅器時代や鉄器時代の出土品が少ないことについて、研究者らは、自然環境が長く定住することを許さなかった、少佐であると考えている。 この地に住んでいた、ゲルマン人のケルスカー族が、紀元200年頃に戦闘を行わず、この地域を放棄したことも知られている。中世のビュッケブルク周辺は、ライネ付近まで、ブッキガウと呼ばれる、湿地上の森林地域が広がっていた。現在の地名、バッカバーグは、このブッキガウに由来する。ブーフでは現在では使われていない言葉で、ぬかるみ 失地、承宅地を意味すると伝えられる。作戦時代に、ブッキガウは、初めて文献に記録されている。カール大帝は775年にオストファーレンへ、出兵した際、この地域を通る、軍用道路、ヘルベクフォアデム・ザントフォルデを通って、ライン地方に帰還した。当時も、それから数世紀後でも、この地域は、多くの貴族が乱立して治めていた。アルンハイム家は、 現在のビュッケブルク市内、ノルトホルツにあったイジロ、ハスワーンから、ザクセン人の入植の中心であったペッツェン、レッケ、イエーテンブルク、ミュージンゲン、シャイー、バルバー、アーフムを統治した。これらは新石器時代に移動しながら住んだ居住地であった。シャウムブルク博は、リンテルン付近のベーザー川両岸の土地所有権を、 掌握しやがてビュッケブルク付近をその勢力下に収めた。シャウエンブルクとホルシュタインピンネベルクのクアドルフ6世は、昔から有していた、小さな集落ズーテレムとイエーテンブルクの近くに、1330年頃に、水木を建設した。1304年に、最初の記録があるビュッケブルク及びズーテレム、イエーテンブルクが、現在の、この市の方がとなった。 城の周囲には徐々に農民、手工業者、シャウムブルクの霊園管理者が住むようになった。ビュッケブルクは1365年にフレッケンの権利を得た。この時代に4つのバーグマンシャフが設けられた。乱ン,ン通り、サブレ広場、トロンペーター通り、現在の市教会付近である。土塁と堀で守られた、この町は、その後3世紀はゆっくりと発展していった。 1510年にマリア教会が建設されたが、1514年の火災で消失し、それ以後再建されなかった。16世紀の中頃、夫4世博は城を4翼式の上岸に拡張した。ビュッケブルクの人口は1561年に約300人であったが、その40年後には約500人になっていた。ホルシュタインシャームブルク博 エルンスト・ホルシュタイン・シャウムブルク・ハク・エルンストが1606年に、シャウムブルク家の館を、シュタットハーゲンから、ビュッケブルクに移したことで、こうした状況は一変した。これ以後、この町の発展は、シャウムブルク家のそれと密接に結びつけられた。エルンストの地勢中に城は何度も改修を重ね、執務官の周囲の旧社や城門までもが改修された。ノイエ通り、ザック通り、 バーンホーフ通り南部が設けられたが、これらの通りは舗装されていた。シュール通り沿いに、児童学校が作られ、城門の近くには、旧市庁舎やその向かい側には、財務局が建設された。メインストリートが、市の防衛施設を通り抜ける箇所には、楼門が設けられた。西の民伝通り、ランゲ通りが通るのが、ウンテレストア、東のオーバートア通り、ランゲ通り方面が、 オベーレス島和である1609年エルンストはこの町に都市圏を授けた。1611年から1616 16年に当時はまだ自由工作地だった土地にビュッケブルクの市教会が建設された。この教会は、白陵が宗教改革を遂げた後2番目に建設されたプロテスタント教会であった。これらの出来事は、 ビュッケブルクが繁栄の絶頂を迎えたことを示している。30年戦争でビュッケブルクは軍隊の宿営地となった。ただしその規模は隣接するリンテルンよりも小規模であった。ビュッケブルクは長らく民伝上塞の出城として扱われたが、あまり損害をこむることなく戦争を切り抜けることができた。戦後、それまでのシャウムブルク伯領は二つに分割された。 北部は、シャウムブルク・リッペ伯領となった。この地域は、リッペ家の防流貴族フィリップ一世が治めることとなり、ビュッケブルクは改めてその宮廷所在地となった。マテウス・メリアンの同伴画に描かれた1654年頃の、ビュッケブルク。画面左端が、ビュッケブルク上この時代になると、エルンスト伯の地政下でなされたような建築上の、発展は闇。 その後150年間は、精神生活に目が向けられた。啓蒙主義の思想家ボルテールは、ビュッケブルクの宮廷に品格として迎えられた。哲学者、トーマス・アプト、神学者で、哲学者のヨハン・ゴットフリート・ヘルダー、音楽家で作曲家のヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハラがこの町に暮らした。この時代の重要人物が、ビルヘルム博である。この軍事理論家は、 シュタイン風デコに、ビルヘルムシュタイン要塞を築き、シャウムブルクの森に、バウム城や階段ピラミッド城の描所を設けた。その後継者、フィリップ2世の妻ユリアーネは、ヘッセンの医師ベルンハルト・クリストフ・ファウストを、事件顧問として、ビュッケブルクに招き、住民の健康保持の施策立案に当たらせた。この都市は、経済的には、 不合の住民が多くいたため、こうした文化的流星を獲得できたのである。シャウムブルクリッペ公ゲオルクビルヘルムナポレオン、そしてウィーン会議の時代から、ゲオルクビルヘルム白頭地下の商法シャウムブルクリッペ、白領は領土を拡大していない。経済基盤の脆弱なシャウムブルクリッペの党首たちは、石材産業を、その経済の基本に据えた。ゲオルクビルヘルムは、 鉄道民電ハノーファー線の建設に100万、帝国ターラーを投資した。その結果、この路線は、ビュッケブルク市の辺縁部を通ることとなった。シンケル様式の駅舎と上管とは、両手が通るにふさわしい幅広の道で結ばれた。かつての土塁は、その機能を創出し、地域はその外側へと拡大していった。 増加する交通量に対応するため、ゲオルクビルヘルムの地勢中に3つの指紋とマルクト広場の泉が撤去された。また、1874年には、ハルル丘陵に、イーダ島が作られた。この島は、ゲオルクビルヘルムの妻、イーダの願いを受けて作られたものである。この建設には、貧民層の住民が参加し、賃金と単位を得ることができたのである。 1858年には、ルイーゼ・フォン・フィンケが設立した、ベーテル病院の基礎が出来上がった。ゲオルク・ビルヘルムの子息アドルフ・ゲオルク公の時代に、ビュッケブルクには、プロイセンの中屯地が設けられた。ウルメガレーと、ベルクドルファー通りの間に、ベスト・ファーレン第7両兵大隊、ビュッケブルガー・イエーガーの兵舎が1867年に、建設された。この名称は、 現在二つのオーケストラの名称に転用されている。この弊社から遠くないウルメンアレー沿いにギムナジウム、アドリフィヌムが1874から76年に建設された。アドルフ・ゲオルク政居の年には、さらに二つの大規模な建設プロジェクトが開始された。上官の大規模な拡張工事がなされ、現在の姿となった。また、病院の向かいに、 いわゆるヘルミーネ宮殿が建設された。この宮殿は、堂々たる館、オランジュリ、そして2004年に修復されて、初めて一般開放されるようになった、イギリス式景観庭園を有する大規模な複合体である。時代のシャウムブルクリッペ工業力は1894年に、ヘルミーネ通りの新行政庁舎で議会を開いた。現在、この場所には、 司法センターがある。ノルトハルルのウルメンアレー、アドルフ通り、リュリング通り、ヘルミーネ通りの間に、裕福な市民の大邸宅が並ぶ、住宅地が設けられた。1906年に、マルクト広場に面した、新市庁舎が完成した。こうしてビュッケブルクは19世紀末には、北ドイツの文化中心地の一つであり、軍事都市であり、また宮廷所在地として、行政。 館長都市でもあった。1904年時点で、この町の人口は5625人であった。しかし、工業的な発展は、ほとんど見られなかった。ビュッケブルクにもいくつかの企業は存在していたものの、経済的な面においては、近隣のシュタットハーゲン、オーベルンキルヒエン、リンテルーンに遅れをとっていた。市の北端を通るミッテルラントウンガの建設も、 経済効果はなかった。シャウムブルクリッペ校、アドルフ2世1911年に当主となった、アドルフ2世は都市の景観を大きく変革した。上館庭園の周囲に、病所オーケストラ学校、パルメンハウス、フィルスト、アドルフ・ベルクシュテッテが設けられた。東に位置するバート・アイルゼンには、上流階級用のフィルステンホーフを中心に、 新しい温泉保養地が整備された。フィルストホーフは当時ヨーロッパで最もエレガントで最大のホテルであった。この保養地は1918年に全長 6.7km のバートアイルーゼン、ケーベン鉄道によって首都のビュッケンブルクと結ばれた。エーフェザーのゲファッターフェルトには巨大な競馬場が建設される予定であったが、 このプロジェクトは11月革命によって頓挫した。京弁鉄道をもう一本付設する計画は中止されなかった。この鉄道は民伝駅からペッツェン集落の真ん中を通り、競馬場に直接アクセスできる全長 12.5km の路線となるはずであった。最初の列車は1919 19年7月29日に運行された。しかし、 競馬場への客がない状態では、経済的に行き詰まり、わずか1年半で廃止された。1900年頃、幾人かの著名人がこの町に住み、活動していた。リハルトザーラは、当時最高のバイオリニストの一人とされていた。彼は1888年にビュッケブルクの宮廷に、招かれ。 1918年まで宮廷学団の学長を務めた2001年5月12日付、女流作家のルルー・フォン・シュトラウス・ウィント・トール内は、詩と小説で知られている。当時から、すでに、荒野の詩人として知られていた作家で、ジャーナリストのヘルマン・デンスは1907年から1909年まで、シャウムブルク・リッピシェ・ランデス・サイトゥングの編集長を務めた。彼は、 多くの時間を、旅館、2アファレで原稿の編集に費やした。この建物は、現在も、伝統的な姿で残っており、以前は、銀行として使われていた。その銀行、ハイネ銀行は1799年から、ハインリヒ・ハイネの祖父にあたる人物が経営していた。この両方の首都におけるレンスの経験は、小国分立に対する辛辣な風刺作品。 デュオデズに昇華された。レンスのこの作品は、今日に至るまで、ビュッケブルク市民に、賛否両論に受け止められている。アドルフ・ホルストは、講師の家庭教師として1901年から1913年まで、ビュッケブルクの宮廷に滞在し、1915年から1918年までは、宮廷図書館を主管した。ビュッケブルク滞在後、彼は、 自動文学者として知られるようになった。1918年にアドルフ2世が退位すると、当初は兵労会が統治権を掌握した。その後15年間、社会民主主義の影響が色濃い政府が独立性を制限された、この小国を導いた。しかし、それでもこの市は保守的な市民が多数を占めていた。 大都市から移住する定年退職者らがこの町を拡大させ続けていたのである。1928年4月1日にイエルテンブルクがビュッケブルクに併合された。市の北東部に位置する集落は発展が止まっていた。アドルフ2世は1927年にビュッケブルクに戻った。彼は熱狂的に迎えられた。しかし大口投資家としての彼は 民主主義の社会構造からは距離を置いた立場にあった。そうでなくても、経済的には時代遅れだった。この都市の発展は停滞した。住民たちの不満は募っていった。この町は、1933年に、NSD オッピーが権力を掌握して、以後、長らくナツスの画帳であった。それを痛感した、最初の人物の一人が、カール・ビーエであった。 この皇帝時代から統治していたドイツ国家人民党員の市長は1935年に権力を奪われた。1936年10月1日、レッカーフェルトにドイツ国防軍のための連兵女王が設けられた。ここにあったレッケ村や南面村の農場は、ある時には四北西部のコルンマッシュへ強制的に移転させられた。 クナーテンゼン村とゼリーンドルフ村が1939年にビュッケブルクに合併した。NSD オッピーの市長アルベルト・フリーエは、政敵やユダヤ人に対する追求と迫害を先鋭化させていった。1938年11月9日にビュッケブルクのシナゴーグも火災にあったが、完全には破壊されなかった。1939年から、 数多くのユダヤ人家族がユダヤ人の財産から没収した建物に強制的に収容された。22000帝国マルクの価値があると査定されたシナゴーグは後に8300帝国マルクで死の所有に移された。ビュッケブルクのユダヤ人たちは1942年12月から国外追放された。連行された71人のうち、 ホロコーストを生き延びた者はわずか5人だけであった。フリーへと全く異なる例が、ペッツの牧師、ビルヘルム・メンシングである。彼は1943年10月から1944年3月まで、牧師館にユダヤ人女性をかくまっていた。ビュッケブルクへの3回の空爆によって55人が亡くなった。1944年10月26日の爆撃は、 両兵の兵舎を狙ったものであった。近隣の建物に命中したものもあり29人が亡くなった。1944年11月5日には武道山で勤労法師団を狙ったもので20人が死亡した。1944年12月31日の3回目の攻撃もやはり両兵中屯地を目標にしたものであった。しかし、この時の航空爆雷は ベルクドルフに落ち、数軒の家屋を焼き、6人が犠牲となった。1945年4月7日、ビュッケブルクの終戦が間近となった。アメリカ軍部隊が死の前に現れ、何時間にも及ぶ、砲撃の下で入場の準備を行ったのである。4月8日の早朝に薬剤師、 ビルヘルム・コーゼベルク、商人のヘルベルト・イエンス、旅館主のアルベルト・シュッツ、靴職人のカール・シュッテが白いシーツを持ち、武道山のアメリカ軍を迎えた。同時に、大工のフリードリヒ・シュタインホーフは兵士たちの前で、市内への侵入を拒むための戦車用バリケードを撤去し始めた。こうして、アメリカ軍はこの都市を戦闘することなく占領することに成功した。 アメリカ軍の撤退後、ビュッケブルクはイギリス軍の支配地域となった。市内と周辺地域で80軒の家屋が接収された。これにより重大な住宅不足が起こり、戦争疎開者が街に溢れ、旧ドイツ東部領土から放逐された人々がこれに拍車をかけた。これに関連してある人物のエピソードがある。彼は、 死の更新として知られる追放者輸送により1946年のクリスマスイブ前にシュレージエンからビュッケブルクに到着した。16両の暖房装置のない家畜車両からなる列車は合計1543人の乗客を乗せて1週間前にブレスラウを出発したのであった。途中、気温は低、摂氏15度まで低下した。 70人以上のうちビュッペブルクに到着したのは17人だった。隣接するバート・アイルゼンには時折、イギリス陸軍ライン軍団の司令官が滞在した。イギリスは1946年にビュッペブルクとアーフムとの間に旧ドイツ空軍の計画を利用して軍用飛行場を建設した。この飛行場は司令官たちの伝令手段として用いられた。 ベルリン封鎖の際にはここからの飛行機が空の架け橋として封鎖された街に物資を支給していた。ナチス時代の経験からビルヘルム・メンシング牧師は1948年に武道山に教育施設、国際友愛の家を創設した。この施設は1990年代の初めまで平和活動を組織していた。メンシングのナチス時代の勇気ある行動に対して その死後の2001年、イスラエルの追憶の場所やド・バシェムに、諸国民の中の正義の人として検証されている。戦中、戦後、人口は急速に増加した。町の歴史最大の飛躍が始まった。1939年のビュッケブルクは人口7850人であったが、1952年には12000人以上が、地域内に住んでいた。 この頃、700人が家を探しており、不法選挙が切迫した問題となっていた。大規模な住宅開発プログラムの重点は、ペッツァ通りの両側の空き地で、ここに、長屋やアパートが建設された。南ハルルや、イエーガー兵舎とベルクドルフとの間にも、住宅地が作られた。北ハルルとイエーガー兵舎との間には、 イギリス占領軍関係者のための大規模な住宅地が建設された。住宅地建設は1960年代になっても減少することなく続けられた。住宅地は、ホーフビーゼン、プレッテンベルク通りとブランデンブルク通りとの間、ヘッペンフェルト、ベルクドルファーフェルトに作られた。ペッツァーフェルトでもさらに建設が進んだ。 南ハルルでは大規模な新興住宅地が出来上がった。ビュッケブルクの1961年の住宅数は、1931年のそれのほぼ倍に達した。ドイツ連邦軍は1960年にアーフムの飛行場を譲り受け、ここに陸軍飛行学校とシェーファー兵舎を建設した。兵舎の名は、ドイツの戦闘機パイロット、エーミール・シェーファーにちなんだものである。 兵士たちのために、ヘッペンフェルトに住宅が建設された。住宅建設と並行して、雇用創出も必要であった。新興住宅地、ペッツァーフェルトの一部、ビントミューレン通り沿いに、産業地区が建設された。1952年、ここにランプシェード製造工場。 ケーブル製品製造工場やガラス工場が稼働した。その後、金属箔工場や機械製造業も進出した。1958年には、クッキー工場も創業を開始した。ハノーファーからズボン製造のヘーネッケウント・クラップローとヘルムシュテットから、工学メーカーのオプティシェ・ベルクシュテッテンが、ビュッケブルクに移転した。ジュートハルルには、マニア道路建設が拠点を構えた。 連邦鉄道研究局の一部門が現在のマリエンシューレの建物に入居し、その従業員のためにペッツァー通り沿いに住宅が建設された。人口増加に伴い社会施設も増えていった。ハルルの屋外プールは1959年6月27日にオープンし、それまでのフリードリヒバッハ通り沿いにあった古い小さな屋外プールにとって変わった。 古いプールの跡地は住宅地となった。1960年代の初めに、ホーフビーゼンにプロテスタント系の老人ホームが作られた。ノイマルクと広場には、ヘルダーシューレとドクトルファウストハレと同名のスポーツグランドが作られた。1918年からビュッケブルク、バートアイルゼン会の旅客輸送していたアイルザーミンヒエンは1966年5月21日に、 運行を停止した。1955年ビュッケブルクは、州憲法裁判所の所在地となった。この裁判所は2年後に業務を開始した。ヘルミーネ通りの宮殿には60年代半ばに、ドクトルクルトブリンドー薬学学校が入居した。ヘルミーネ通りのかつてのシャウムブルクリッペの大臣庁舎は1950年代の初めから、地方裁判所と、 州弁護士協会として使われており、隣接するクルーゼ邸は1969年に、これを接続されて、司法センターに改装された。ここには、区裁判所も入居している。1966年に、市は、フランスの軍庁所在地である、サブレシュルサルトと、友好都市協定を結んだ。ビュッケブルクヘリコプター博物館ビュッケブルクの東部に1970年に、 クロイツブライテ産業地区が作られた。この地区の端に、ニーダーザク選手は、刑務所を建設した。同じく1970年に、市は、ミュンヒハウゼンブルクマンスホーフを膨大な、ヘリコプターコレクションを展示するために提供した。1971年6月9日に当時世界で、唯一のヘリコプター博物館が完成した。 その展示スペースは1978年から1980年にかけて約2000平方メートル拡張された。ホーフビーゼンでは1975年にギムナジウムアドルフィヌムビュッケブルクが加わり学校センターが形成された。それまでギムナジウムが使用していたウルメンアレーの建物は改装されアムハルル基礎家庭学校として利用されている。 急速に増加する交通量に対応するために上館庭園の東端に駐車場が設けられた。1979年に市はスポーツ施設に投資した。ヤーンシュターディオンには人工芝が設けられ、その間に学校センターに軍立体育館が作られた。1974年は重要な年であった。この年に実施された。 市町村再編によって、地域は1000ヘクタールから約7000ヘクタールにまで拡大した。レッケ、ペッツェン、エーフェゼン、ノルトホルツ、ベーレンブッシュ、カンマー、ルスベント、バルバー、マインゼン、アーフム、シャイエ、ミュージンゲン、ベルクドルフが、ビュッケブルク市内の町となった。同じ年に、オランダの都市ニューアーケルク・アーンデン、アイジェセルと、姉妹都市協定を結んだ。 連邦道 B65 号線は、以前市の中心部を東西に横切っており、市協会の場所で、南東方向に B83 号線が分岐していた。市は、何十年もの間増え続ける、交通量に悩まされており、1990年までに2つのバイパス道路が建設された。これに続いてゲン通りの西側を歩行者、専用区域とし、マルクト広場を改造して、 泉を復元した。この町は、プロテスタントルター派のシャウムブルク・リッペ地方協会の本部所在地である。ビュッケブルクには、プロテスタント改革派協会のビュッケブルクと、シュタッハー派玄関理部も置かれている。この他ビュッケブルクには、バーとアイルゼンも、その管轄下に置く、ローマカトリック教会の教会区がある。この教会区は、 ヒルデスハイム司教区の首席司祭協会区である。エホバの証人はその本部を旧シナゴーグに置いている。この他ビュッケブルクにはかなりの数のムスリムが暮らしている。1905年から6年に建造された視聴者ビュッケブルクの市議会は35議席からなる。ビュッケブルク上ビュッケブルクは魅力的な中心街を有している。ビュッケブルク司教会は ベーザールネサンス様式で建設されている。中心街に隣接して、同じ様式で建てられた、ビュッケブルク城がある。城は広大な庭園の中に建っており、同じ庭園の中には、シャウムブルクリッペ高架の病所がある。宮殿は、港の館として1866年に建設された。第二次世界大戦中には、予備野戦病院として利用された。戦後は、 イギリス占領軍が士官クラブとして使っていた。現在は職業訓練学校が入居している。さらに、ビュッケブルクには古いエーテンブルク教会がある。またビュッケブルクの北、シャウムブルクの森の中には、狩りのシロバウム城がある。ビュッケブルクは、児童、少年少女合唱団、シャウムブルガーメルヒエンゼンガーの本拠地である。 この合唱団は1954年に、デア・フーリッシュ・ワンダラーで予期せず世界レベルでの成功を得た。この曲は、イギリスのシングルチャートで上位にランクインされ、アメリカでも、フランク・ウィアーのカバー版バがヒットした。さらにこの街は、ベルリンのポップイコール・パンク・バンド・ディ・エルツテの曲、ストレート・アウタ・バッカバーグや、ハインツルドルフ・クンツェの曲、ジシャー・ハイツ・ジンストで歌われている。 ビュッケブルク駅この町は、連邦道 B65 号線沿いに位置し、連邦道 B83 号線の北端にあたる。B83 号線経由で東西を結ぶ、広域道路網アウトバーンへ2号線に接続する。このアウトバーンは、市の数キロメートル南を通っている。ビュッケブルクは1847年から鉄道網に結ばれている。市内中心部北端の鉄路は、 南西方面はケルン、さらにはパリへ通じ、東方向はハノーファーへ、さらにはベルリンを経てワルシャワへつながっている。ビュッケブルク駅では1時間ごとにハノーファーブラウンシュバイク及びミンデンレーネ駅のレギオナルエクスプレスの列車が発着している。2000年からはハノーファーエスバーン網に組み込まれてもいる。1916年、ビュッケブルク近郊に ミッテルランと運河が開通した。運河は、町の中心から約 5km 北を通っている。ビュッケブルク市内にはこの運河沿い、ルスベントとベーレンブッシュの2つの港がある。最寄りの空港は、ランゲンハーゲンにある、ハノーファー空港である。空港へは、アウトバーンへ2号線や S バーンを使っていくことができる。小型飛行機専用の小さな飛行場はいずれも、 隣接する、10キロメートル離れた、リンテルン、20キロメートル離れたポルタベストファーリカにある。この他ビュッケブルクには、連邦陸軍のビュッケブルク陸軍飛行場があり、また、市の南、クライネンブレーメンの草地には、グライダー用の飛行場がある。ニーダーザク選州憲法裁判所、地方裁判所、区裁判所これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。